それでは、えー、早速セッションの方始めてまいりたいと思いますまずはパネリストのご紹介からですお一人目内閣官房社会保障改革担当室、えー、番号制度推進管理補佐官、えー、楠木正則様 <laughs> 続きまして千葉市長熊谷俊人様 株式会社ワークスアプリケーションズ代表取締役 CEO、牧野正幸様、モデレーターは、自由民主党副幹事長、情報調査局長衆議院議員、平正明様にお願いしておりますはい、えー、皆さん、こんにちは。 えー、それではマイナンバーが実現する新たな公共サービスと市場というテーマで進めてまいりたいと思います、えー、今ご紹介いただきました私はあの衆議院議員をやっております住民主党副幹事長兼情報調査局長をやっております平ですよろしくお願いをいたします、えー、堀さんからこのテーマを振られてですね アウトラインぐらいはなんか事務局が作ってくれるのかなと思ったら何もないということでさっきあのちゃんと作ってまいりましたので今日はあのすごいなというふうに思いますが、えー、今日はあの各フィールド各分野のです、ね、本当にトップランナーの方々にお集まりをいただいておりますまたあの g 1の方はそのご案内の中にあるとおりです、ね、まずはマイナンバー導入によって自治体のコスト削減や歳入増は本当に実現できるのか。 また住民の満足度の向上と今後の利活用に向けて自治体もしくは企業今何を取り組むべきかさらには公共サービスの新たな形と市場の創出についてどう考えるか。 この辺がメインテーマになってくるというふうに思います時間は75分でございますので後半皆さんから質疑質問をいただいて質疑をしていただきたいとそのように思いますまずはですね自己紹介からしていただきたいと思いますあの今どういう立場で今までどういうことを取り組んでこられたのかこの辺についてからこの辺についてお話をいただきたいと思いますまずは内閣官房 IT 総合戦略室政府 補佐官の草野さんからお願いいたします。あ、よろしくお願いします。草野です。とちょっとあの声がお聞き苦しくて申し上げありません。であの私あの一応本務がヤフーにおりまして、だいたい週三日ぐらいヤフーにいて、周復課の内閣官房で、えー、マイナンバーの推進とあと IT 政策全般というのを見させていただいております。であのマイナンバーに関わり始めたのは 2011年の12月からでしてちょうどまだ当時民主党の政権下でしたけれども単にその使用書を作るのにベンダーを使うだけじゃなくてそこに対してしっかり監視の目を入れていかなきゃいけないということで2名の番号制度推進管理補佐官というのが任命されましてそのうちの1名となります。 まあこの2年近くマイナンバーの,その主に情報システムの部分どうやって年金と国税と自治体を結んでいくかというようなところの技術方式の検討でありますとかどうやって本当に効果を出していくのかということに悩んでまいりましたで私自身はまだあのマイナンバー始めた時にはヤフーに入る前でマイクロソフトという会社に10年近くおりまして なんで番号が必要かと思ったかというと漢字の問題に取り組んんででいたんですねあの要はよく名前に使われている漢字を Windows で扱えないということを、えー、言われてですねでどうやってこう日本人の名前というのをコンピューターで扱えるようにするか世界で日本だけなんですよ。 だいたいそのどれぐらいの文字が、えー、日本の名前で使われてるか、まあちょっと一万十万百万でちょっと手を挙げてみていただきたいんですが、だいたい一万文字ぐらいだと思う方、おう岡川さんありがとうございます。であと吉川さんあと十万文字ぐらいだと思う方ですね。百万文字以上だと思う方、あの。 熊谷さんよくご存知ということでこれあの、ダブってるものはいっぱいあるんですけども自治体ごとにバラバラに文字を増やしていってどうなったかというと1700自治体中1300自治体で1回集めて数えたことあるんですよ。で、そうすると113万文字ありましてで、まあ多分1700以上自治体ってありますから実際は多分もっとたくさんあるわけですね。 で名前の漢字が正しく書けないとこれどういうことかというと、まあ、コンピューター屋に言わせると名寄せがでできないってことです、えー、結局住民票と戸籍でばらばらの漢字を使っていて引っ越すと漢字のコードが変わってどれが同じ人なのか分かんないこれは日本の実態でして、まあ、それゆえにその例えばどっかで借金してても分かんないことがあったりとか。 他の地域でいいくらら税金払ってるかか何もわないとで文字の方をいじるのは大変なのでまず一人一人に番号を振るしかないんだろうなというまあそうすれば漢字もいくれ変えられるんじゃないかなというようなことの問題意識を思った後にちょうど、まあ、東日本大震災みたいなこともありましてあますますこれちょっと時間がないなと思ってた時に、まあ、ちょうどあの消えた年金問題とか逆にずっとこう。 えー、死んだ後も年金もらい続けてる人とかいろんな問題が明らかになってもともとこの公付、えー、番号みたいな議論もあって番号制度に対して非常に厳しい格当たりというものがあったと思うんですけれどもいやちゃんとやらないとどうにもなんないんじゃないのというような、まあ、空気の変化もあってで正直あの中にいる人間もですね本当にまあ昨年のこの時期に法案が通ったわけですけどもここまでいくって。 思ってない人の方が多くてですね閣議決定の時も「よく俺たちここまでやったね」で自治会に法案が通った時もみんなやってる当事者は相当驚いてましたしで、まあ実会これで2016年から番号が振られ始めて2017年からあのそれを使って自治体や年金機構や国税の間でデータが流通し始める。 まあ、そこまでしっかり見届けるところまでは仕事していきたいというふうに思っておりますでは本題で本当にマイナンバー導入によってどれだけ効率化するのかというところなんですけれども正直言って番号入っただけではあまり変わらないですねあの仕事のやり方が変わらない限り何も変わらないですじゃあ何のためにやるのかというと これまで要は例えば名寄せもできてない状態ということはこう紙で全部事務をやってこの人とこの人は同一人物かなって担当者一生懸命考えながら手作業でいろんなものを結びつけていってたとこれが少なくとも番号が入ることによって自動化しようと思えば自動化できるその中でそもそもどうやって業務を回していくかというところから考え直していかなきゃいけないんですね。 でそれはおそらく日本全国で用意どんでやるのではなくてかなり自治体によって大きな差がついてくるだろうというふうに思います。こあはい、<laughs> ということでどううもありがと今、本題に入りかけたので止めさせていただきましてそれではまず次に千葉市長の熊谷さんから自己紹介をお願いします、はい <laughs> えー、皆さん、こんにちは、えー、千葉市長の熊谷でございます。 あのこのセッションに来てていいいただいてありがとうございますあのベンチャーと直接関係、えー、しきるわけではないので大変あの参加をしていただいて嬉しく思うんですけれどもちなみにこの中で皆さん方の中でそのこのマイナンバーが自分の,その自社のビジネスとして非常に関心あるよっていう方はどれぐらいいらっしゃるんですか一部ですよねじゃあ個人としてちょっと興味あるよっていう方はよくわかんないから参加したよっていう方は。 これも結構いらっしゃるんですね。あの、ちょっとそれぞれに考えながら説明します。で、えっ、ー、と私はですね。もともとその ntt 抜く、え、のー、グループ会社にいましてで、この政治の世界。そして行政の世界に入ってきてやっぱり分かってはいたけど、改めて驚くのは。 やっぱ行政にはですねユーザー ID がないんですよね。と皆さん方のビジネスやっててプロダクト ID まあサービス ID だけでやっててそのユーザー ID なしに個々別のサービスごとに ID を振って管理をするなんてのは多分考えられないというふうに思うんですね。で行政の場合はもうそれぞれごとに年金なら年金 えー、国民健康保険なら国民健康保険住所なら住,所住民登録なら住民登録という事で個々別にまあ管理をしているわけですねですから情報が縦割りなので当然応対も含めて縦割りになるのは当たり前なんですねですからそれをこう横口刺すために、ま、だユーザー ID が絶対必要だということでまだマイナンバーの議論が本格化する前から私の方はですね市の職員にというく絶対マイナンバー的なものは実現されるからこれが実現される前提のシステムを 作ろううとというこをを指示ししましたで私たち千葉市は幸いなことにです、ね、IT 投資が一番遅れていて政令指定都市では一番住民機関系システムが古かったんですねだこれチャンスだとこれを全面的にリニューアルする時に、まあ、クラウドやです、ね、もしくはそのマイナンバーといったのを想定したシステム設計をすることで一気に1位に躍り出ようということで、えー、部署も全部新しく作ってです、ね、60億円の投資というのをやってきましたでこれがちょうどマイナンバーと同時にまあ完成をする方向で で,やってますですから私たちはですねこのマイナンバーに関しては、まあ、国は最低のナショナルミニマムはあのやりますが、えー、住民自治体にある程度の裁量の余地があるとで条例で作ればできると。で 結局のところです、ね、住民と行政手続きで日々接しているのはこれ市町村なんですね国や県じゃないんですよですから私たち市町村側があなるほどと住民国民がマイナンバーによってこんなに便利になったっていうものを我々が展開をすれば国民もマイナンバーに対する意識が変わってくるしより新たなビジネス産業も生まれてくるしさらに言えば千葉市がいつもリードをするということで千葉市のブランド価値を高めていくこともできるだろうということでやっていってます。で幸いななことにに今あ2期目になって ですね、より体制も充実してきましたしそれから全国20の今日はあの福岡の高島市長も来ていただいてますが20の政令指定都市の、えー、指定都市市長会議っていうのがあるんですがこれの私副会長をやることになりましてその端務がですね、えー、この ICT の分野でございましてでこれから議論していきますが去年は多分マイナンバーに関して20の政令市の中で意見を集約化して やっていくとそれからこの G1 の首長ネットワークの中でも私 ICT の担当としてビッグデータオープンデータの推進をですね昨年度は中心にやらせていただきましたけれども新年度はですね私は G1 首長ネットワークではこのマイナンバー、えー、業務革命をですね中心にやっていきたいというふうに思っていますので、まあ、ぜひ G1 の皆様方とはいろんな形で連携をさせていただきたいと思っていますのでどうぞよろしくお願いいたします。 はいありがとうございましたそれでは最後にワークスアプリケーションズ最高経営責任者の牧野さんお願いいたします。はい、どうも、えー、ワークスアプリケーションズの牧野です。えー、っと私はですね今日、えー、お二方とは少し立場が違うんですけども実はまあ、マイナンバーを導入されるにあたって、えー、まマイナンバーっていうのはまあさっきからご説明あった通りで簡単に言ったらあの個人の ID なんで一般の企業であれば社員番号があるのと同じでまあ、国民全体に番号を振るっていうのと同時に 法人にも番号を振っていくっていう概念で <laughs> この法人の番号が入ってくるからまた話が案外とややこしい話になっちゃうんですけれどもまあ我々は実はその法人側の方もそうですしあと企業側の方のもそうなんですが実はそのマイナンバーを使ってこれから先年金にしても健康保険にしても社会保険にしてもあとから税金の納税にしても最初の窓口はどこになるかっていうと実は全部事業会社なんですね。事業会社側の方が今までは え履歴書出されたらその履歴書をまあ鵜呑みに信じてまあ今ほとんどの会社でそれでわざわざ住民票を持ってこいあれも持ってこいってみんな言わないでそのまま全部受け取ってるわけですけどもで扶養家族の申告書も書かれればそのままそれを国何あの市町村に出してるんですけども今後それは全部実は事業会社の方が受付のところで全部本人確認しなきゃならないですねですから あの受け付けた段階で履歴書を書いてきてもそこにマイナンバーが今後、付与されたら番号何番で,であなたは本当にその人ですかっていう本人確認の書類を持ってきてまあその時に多分今、いろんなあの情報で出てるマイナンバーっていうのをこう見てですねやったりもしくはあのそれがないんであればパスポート持ってきたり運転免許証持ってきたり住民票の印刷持ってきたりして本人確認すると。 家族も全部そこで事業会社の方が確認して間違いなく本人だとで間違いなくその書類も間違いないんだっていうので全部情報を保管してそれを今後ネットでやるのかそれとも紙でやるのか別ですけどもやっていかなきゃならないとで我々は実はあの玉阪の人事や会計のまあ規模の大きな会社さん向けなんでえソフトウェアのパッケージを作ってる会社で今うちの会社のお客様だけでえ給与計算もしくは納税をやってるのが550万人。 であと扶養家族も入れると約千何百万人の情報を管理しなきゃならないので、まあ、大体7分の1か8分の1ぐらいの情報はうちのソフトウェアを通じていくということもあって、まあ、案外こうマイナンバーが入るとあの莫大な実は開発コストが。 かかっちゃうんですね、まあ、これはビジネスチャンスだと思う人も多いと思うんですけどもうちはあの全部無償バージョンアップなんて1個も分からないんでべらぼうなコスト増になることは間違いないんですけど、まあ、あのそれと同時にまあマイナンバーの仕組みそのものの,あの IT 化っていうのはまあ当然されていくわけですけども、まあ、政府が中心になっていろいろと IT のインフラを作っていくわけですけども、まあ、ここの部分の不思議な部分もやっぱりいっぱいあってですね我々民間の,あの企業ですから、えー まあちょっとそんなことやってそんなにコストかけても大丈夫なのかなっていうところもあったりして結構ズバズバとあの最近毒を吐くんで微妙に嫌われてるんじゃないかなと思ってるんですけどもまあでもあのやっぱり僕が思ってるってことはやっぱ多くの人が思うことなのであの私どもに利害のあるところではないところに関して結構ズバズバとマイナンバーについては今日お話を伺えたらなというふうに思ってます。 はいいありがとうございましたそれでは本題に入っていきたいと思いますが、まずは楠木さんから、ですねそもそもマイナンバーのお話ありましたけども、今の現状、さらには今後のスケジュールなど、また熊谷さんから千葉市の取り組みについてもうちょっと踏み込んで、でそれを踏まえて、ですねまた牧野さんから民間から見たマイナンバーの可能性、もしくは問題点、そういったところをお話を伺っていきたいと思いますそれでは木さんからお願いいたします。 よろししくお願いします、えっと、スケジュールなんですけども、えー、昨年の春に法案が通りましてようやっと今細かいルール作りと並行して、えー、情報システムの調達というのが始まるタイミングでしてちょうどこの3月末に一番コアとなる部分のその情報提供ネットワークシステムと呼ばれる部分があの契約が完了をしてちょうどこの2ヶ月ぐらいで一生懸命 要件定義をままととめて、えー、開発にに入ろうといういタイミングになりますで実はそのマイナンバー全体でいうと2千0 0数百億円規模の、えー、も,ものになるんですけれども真ん中の情報提供ネットワークシステム自体は、まあ、百数十億円でそれほど大した金額114億かな、えー、ではない大したといった問題ですけれども。 あの実は多くの費用というのが国税のシステムの改修であったり年金のシステムの改修であったりであとまさに自治体の住民システムの改修の部分というのはかなり多くてそれらはまた別のスケジュールで今2017年の連携開始2016年の一人一人に番号を振っていくというところへ向けて調達をされているというところであります。 であのまあ、ちょうどあの5社が1グループでコンソールを組んで応募、えー、されたということであの本当に入閣なのに1グループしか出てこないのはいかがなものかというようなご批判もいただいたところではあるんですけれども、まあ、なかなか悩ましいところでありましてやはり期間が短いと。 いうことと特にこの今ある重機ネットだとか公的個人認証という仕組みと連携していくというところでそこに詳しい事業者同士で連携していかないとうまくいかないということでこういう結果になっているというふうに理解をしてまして今私自身が一番心配をしているのは取り組みの早い自治体というのはもうすでにどんどん計画を立てて契約を結んでいるんですけれども。 あのそうでないところが、えー、入札にかけても誰も応募してこないということが起こると非常にまずいなというふうに心配を、えー、しています。あの現に業界全体でまあ、銀行の方でも大規模なシステム改修の案件が動いていたりだとか、えー、人手が今足りないというのは今日ここでもいろんなところで話題に上がってますけれども、えー、実際あの去年の秋に。 自治体の情報フェアに行ってすごい驚いたのがあのすごい入り口のところにいいカフェがあってですねこれはあの主催者はやってるのかなと思ったら今日ではなくて自治体向けのベンダーさんだったんですねでも仕事いっぱいであのこれ以上仕事増やせないんだけど出店はするのでしょうがないんでカフェやったというふうにおっしゃっててですねもう業界はお腹いっぱいで他の仕事を受けられないということが。 でまあこれは逆にでもピンチであると同時にチャンスにもなりうると思ってましてあの大体自治体の事務って似たようなものにもかかわらず1742で全部バラバラに構築されていてそれぞれバラバラに調達をされているとで今総務省さんの方でかなり頑張ってこれをもっと集約をしていってまとめ買いをしていけばもっともっとコストって下げていくことができますから。 まあ、いいか悪いかは別として、人手不足で、単独で入札しようとしても。難しいという状況も。うまく手伝って、こう集約というのが、どんどん進んでいけば。いいなと、いうふうには思っていると。いうところですね。で、もう一点。あの、マイナンバーって、本当にやっぱり、最小限の。社会保障と、人への分野の効率化から始まって、昨年法案が通っているんですけれども。 やはりその民間から自分たちにも使わせろというような声もいっぱいありまして当たり前のことで結局、名寄せが大変だと漢字がバラバラだという問題は漢だけの問題ではなくて民も全く同じ問題を抱えている中でえどういう形でまあ私自身はちょっとマイナンバー自体を広く使うとまあアメリカがそれをソーシャルセキュリティナンバーでやってですねセキュリティ上の問題いっぱい起こっているので。 これは絞っていいかななきゃいけけと思うんですけど、まあ、広い意味で名寄せの問題を解くというのは官民供給の大きな課題なのでここに対してちゃんと国が答えを示していくということはやっていく必要があると思いましてで今もちょうどのマイナンバーの民間活用をどうしていくかということを自民党の方でもです、ね、5月20日ぐらいを締め切りでアイデアを募集されているところなんですけども、まあ、役所だけじゃなくて民でもいろんな非効率が今。 ありますのでそれらをこう具体的にここ困るんだよねということを言っていただきながらどうやってマイナンバーのアプローチの延長で問題を解いていけるかということを一緒に考えていきたいというふうに考えていいいまますすはい、ありがとうございますそれではの千葉市の取り組みについて熊谷市長からお願いします。はい さっき楠木さんの方からですねこうお腹いっぱいベンダーという話があったんですけれどもいや本当にですねこれはあのマイナンバーに限った話ではないんですけれどもやっぱり我々日本の問題点として自治体が全部バラバラにこうシステムを持ってで何か国で制度が変わったらみんな同じ趣旨で それぞれのシステムの修正なり、やるんですよ、その時だけプログラマー SE がですね枯渇をして、いいねでしか我々発注できない、そこに我々の税金が多めに使われて流されていくっていう、ですねこの構図っていうのはやっぱりどこかで,ですね変えていかないといけないわけですが、これは自治体ごとにですね自分たちでカスタマイズしちゃうんですね、業務を、同じ業務であったとしてもですね、確かにその地方のある程度の事情に応じたカスタマイズをすべて否定するわけではないんですけれども、 そうは言ってもですね私はここは地方文献とかよりはやっぱり私は国がある程度強権でですねやっぱり統一化していかないといいけないと思うんですねで実際、千葉市もですねシステムをリニューアルするときにもう業務をシス,システムを業務に合わせるんじゃなくて システムに業務を合わせるさらに言えばゼロから考えて一番理想的な業務プロセスにシステムが追いつけるかどうかということをやっぱり考えていかないといつまでたっても住民の利便性なり住民の時間というのは改善されないよねということでこうしつこく言い続けて今それぞれの業務をつかさっているところに口酸っぱく今も言い続けているような感じです。で我々千葉市 しマイナンバーをどう考えているかというと、まあ、3つあって1つは確かにマイナンバーその,そのことで。 そのいわゆるる削減ででであったりとかでできるとかき思うんですねそれはまずマイナンバーそのものとして、えー、例えば市をまたいだ自治体を超えて今までだったら調べられなかったさまざまな社会保障や税に関して紹介をかけられることができるのでこれは転出転入の時とかにもかなり便利にはなりますこれはもうまず間違いなく出るとで2つ目が、えー、国が決めた事務以外にも市で単独で一般 回復指示とかいろんんな住民サービスでやってやるんですよねで例えば、あのお子さんをお持ちの方であれば子どもの医療費の助成って自治体ごとに中3までやってたり小6までやってたり小3までやってたりしますよね。で、あれの自治体の中には所得制限を入れてるケースっていうのがあるんですよ。 所得が一定程度未満の人にはそういうサービスをやると千葉市の場合所得制限入れてませんが入れてる自治体も多いとそうすると彼らはやっぱりその所得で本来調べなきゃいけないんですけれどもそれは今までできなかったわけですよでそうすると住民からわざわざ所得を申告してもらうという本当は持ってるのにね持ってるんだけどもそれはダメだめだというような理由の中から住民からあの申請をしてもらってえやるという、まあ、非常にこう非効率なことをせざるを得なかったのが、まあ、今回マイナンバーの中で そういうし、独自にやっている事業の中で、これはまあマイナンバーとしての利用の仕方として、いいでしょうというものは、ある程度、それでマイナンバーを活用してできちゃうんですよね、これら非常にあの手続き上、もしくは業格にもつながると、3番目に、国としては全体的に認めるわけじゃないけれども、条例で定めれば千葉市さんも別にやればいいんじゃないですかっていう、このエリアがあるわけですよ、ここにとにかく私たちは活路を見出していきたいと。例えば そこの部分っていうのはそのえー もうご本人の OK をもらった上でやりたいとこの12は0100の話であの全員が基本的に適用される話ですけどここからは私はこういいよと言った人だけ提供するサービスとして実現していきたいのは例えばですね行政から給付金なりお金をもらったりもしくは支払うって多いですよね。例えばその学校ののの給食一つしてもももですすね、まあ、いろんんなものを行政にに払うもらうらありますでそのたんびに、えー 銀行口座番号書いて銀行の届出みたいなんをして紙紙でこうやってますよね。非常にもったいないと。だったらもう最初から行政届出口座っていうものを 届けてもらって、で、マイナンバーなり市のユーザー ID と紐付けちゃうと、そうすると何か給付事業とか支払い的なものがあったときに、えー、その事前に登録されてる方は、もうその届け出口座でやってくれっていう風に言ってもらって、本人確認だけやらせてもらったら、もうそれで自動的にやっちゃうと、こういうような形で、ですね本人が了承して、個人情報なりを活用することによって、より利便性のあるものを我々千葉市が率先してやっていくと。これれはママイイナナンンババーーががああばできるるのもあるしマイナンバーが別に なくてもできたのもあるそれを全部このタイミングで展開していこうとそうすれば少しずつその個人情報に関して確かにえいろんな不安もあるし求めてない人もいるとだからやめるんじゃなくてだったら希望者だけやろうよとでそれはクレジットカードだってそうだしそれからオンラインのショッピングだって最初は怖い怖いって言ってた人が結局便利だからどん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 んそこっていうのは普及していくわけですよね。でですかかららもいいいまずやっていくと でそれでいいものはやっぱりどんどん,どん,どん9割、99%になっていくし他の自治体にも広がっていくだろうとこれをずっとその進学論争をしてたら前に進まないので千葉市が先にやっちゃうと。 でそれが良ければ全国に展開をされていけばいいとまあ、そういうような考え方で千葉市としては望もうとまあ、そういうふうに考えています高層削減もそうですし、えー、住民サービスの向上さらにはその都市そのものの活性化という観点で我々はこれを多分全国の自治体の中で一番こだわってやっているという感じですはいありがとうございますえ今のお二人のお話を受けてですね牧野さんから民間の視点いかがでしょうか多分今聞いててもマイナンバー の意味分かんない人ものすごく多いと思うんですよね。あのというのも私自身もあの今回その事業者側の方だと多分うちのお客さんが一番あの比率的に多いんで多分民間で一番対応しなきゃならないのうちだってこともあってそれでしょうがなく最初調べ始めてものすごい手間かかんなっていうのはちょっと思ったんだけど実は一つ質問があるのは今あのちょうどあの熊谷さん言われたようにあの千葉市でね例えば独自であの住民に対して ID って振ってないんですか 住民 ID はありますよ。ますアテナ番号っていうものが存在します, <laughs> ますよね。そうすると、まあ今回今マイナンバーのメリットとしてって話はあったんだけど、まあ例えば所得情報っていうのはあの住民税に関わる所得情報があるんで来てはいるんですよね。持ってます、持ってます。それ使っちゃいけないわけ。 えっとまあ、使っちゃいけないですね、税,税情報というのは、かなりハードルが高いです、うん、使うことに。では、それに基づいて、じゃあ、あなたにはこういう給付金を上げますよとかいうのはできないで,できないんですよ。うん、例えば今回、消費税が増税されるときに、低所得者向けに対して、簡素な給付措置ということで、あの金が1万か1万5000円配られると、でそのときに、それってその所得によって制限があるわけですよね。でじじゃゃあそれっっっってるじゃんってて持るん言ったら そうならないわけですよそれをまず税からひも引っこ抜いて対象者に全部あのー、このこ申請書を送りつければいいじゃないと住所も分かってんだからこれまずできないって話がスタートしたわけですよ法的な問題そう,そうそう税を使っちゃいけないでそれならどうなるかっていうと全千葉市民にポスティングなりで全部40万世帯とかにポスティングして あなた対象かもししれませんよってていうのを出してで申請してくれと。でこんなバカなことやってらんないでしょっていうことでこれは全国市長会が国に対してこんなねあの欠陥法律はダメだとで税使わしろって言ったら駄目だって話だったんでじゃあ税でその対象者臭い人たちになぜか税の方から なんかお便りが来るとあの税の仕事だという言い張っていくとでそこになぜか給付金事業というものの案内が入っているとこれでどうだっていう話で最初それもとかってやってたんですけども全国市長会で我々頑張ってこれは OK になったんですよ。こういうういいいレベルルなんんでですすよだから、あのー、非常にです、ね、税というのはハードがが高いんですが えー、マイナンバーで少しできることが増えるのと、それからそもそも住民合意を取ることによって口を開くっていう方法もある,いるということは、それって直接的にマイナンバーとは関係ない分,分だよねマイナンバーによってやりやすく国が法律的に定めているものもあるし、うんそ、それからさっき言ったように住民合意さえあれば、ある種、ナマン番号、いわゆるマイナンバーがない状態でも千葉市内に閉じた話で言えば、ある程度できる。 ということで多分マイナンバーだ,だけっていうのはマイナンバーっていうのは実はもうさっきもお話した通りでじあの社員番号と一緒なんで自分何番だよっていう情報を、まあ、国が与えることによって一番メリットあるのは行政なんだよね。まあ、行政っていうのはあのもちろん、えー、実際僕らが窓口に行くのは市区町村であの僕はあの東京都民ですけどあの大体の区しか行かない、ね、区役所しか。 都,あの都庁なんか行くときなんでもうあの入札のときぐらいしか行かないんでもうほとんど一生行かないわけですよ、ね、一般の人っていうのは。だからそういう意味であのでも実際にはそこでもいろんな手続きが行われててそれはまあ裏では全部実はあの番号でつながるべきなんだけどその番号が今全然つながってないっていうのがあってマイナンバーを導入することによる最大級のメリットは、えー、行政の手続きがまあ当然全部一気通貫同じ番号なんで、まあ、例えば今、確かにおっしゃる通り住民票の移動も まあ実際には全部手作業で行われている状況なわけでそれがまあ一気通貫でデータが流れても一気にあの転居先まで情報がいくっていうふうに多分なるということですね。と同時に大きいのはやはり国税含めて税金をきっちりと管理して監視するっていう概念があってまあ監視っていう言葉をこれ今通訳されてるのにあんまり使わない方がいいんだけどね。多分あの 困ると思うんでだけどあの一応追跡していかないとい、まあ、当然脱税問題、節税問題いろんな問題があって多分全部それで抑えられますよねということと、まあ、今だと申告書とか書かなきゃなんないわけだけどそれもまあ全部番号付きで出せばいいとか、まあ、ただもう僕らもそうですけどうちのシステムを使ってるお客さんも全てのお客さんもそうですけどみんなあの会社側の方であのサラリーマンっていうのはほとんど全部源泉徴収しちゃってるんで税金だいたい あの確定申告する人って一定以上の年収の人なんでほとんどの人確定申告もほとんど行わないので現実的にはまあ,あんまりこ,うこっちサイドっていうか使う方のサイドにはメリットがないような感じがしちゃうんですねでなんか今いろんなことで行政サービスが良くなるとか何だろうが良くなるって例えば1個の質問なんですけどこれマイナンバーが結構進んでいって全部入ったとしたするじゃないですかほとんどの自治体でネットで住民票を取れるようになんの 例えば印刷、紫野さん、家のプリンターで住民票プリントアウトできるようになるのかあの韓国でやってるそれは、ですね多分日本では実現できないんですけど目指すべき世界は住民票が家でプリントアウトできる世界ではなくて住民票を出さなくてよくなる世界だと思うんですよね。バックオフィス連携で要は、あれって後ろでデータベースを引くことができないから紙を信じてるわけじゃないですか。 そういう,こういろんなところで紙をもらってってそれを書類と一緒に出すということをなくすためのバックオフィス連携をまずは国自治体の間で始めますというところがスタート地点です、ね、でもその多分今住民票を添付しろっていうふうになってるのって法的なところが結構ほとんどじゃないですか、はい、金融機関も住民票なり何なりで必ず確認してそれを、うん、あの。 保存しなさいっていう、じゃ、その法律も一斉に改正されていくっていうことなんですかね。そうですね。うん、ねはい。<の>民間に解放されてくれば、仮にですよ、その銀行とか固い、その、もう、インフラに近いような民間に、僕は、まず、解放すべきだと思いますが。まあ、そこは、その、叩いて、住民的なものを、あの、住民記録のところに当たれるんだったら、さ、なくなりますよね。で、行政は、行財なくせるんですよ。うん 行政は、もう行政で叩けて調べることは今でもできるんですよ、だから千葉市はもう住民票を出させるってことは基本ないですから、全国の自治体にはまだ遅れてる自治体いっぱいあって、よくわかんないけど自治、こっちで住民票を出させて、その住民票をこっちに持ってこさせるっていう業務はいくらでもまだまだあるんですけれども、これはもう千葉市はほとんど廃止させてますから、で今でもあの自治体行政レベルではなくせるんですが、もしくはあの行政レベルは、でも民間となると、民間開放が一部絶対に必要になってくると思います。 というのもね今、実は住民票だけじゃなくてあのなんか証明書を出せ、証明書出せ写真付きの証明書出せって言われるケースって民間企業もやってるんですね、法的な規制がなくてもですね、まあ、TSUTAYA であのカード作るときも本当にこの辺に住んでるのがお前っていうのもあって確認で免許証出さなきゃなんないじゃないですか。だから、あれって本人確認の意味で写真入りの公的証明書がいるよっていうことなんで、そうすると今だと免許証かパスポートかが大体多いと思うんですけど、 結局、免許証とパスポートがあったらマイナンバーカードいらないんじゃないかっていう気もするんですがそのようソ楠木さんあのマイナンバーを入れることによって行政サイドでどういうメリットがあって利用者サイドでどういうメリットがあるかというところを行政サイドのメリットというのはこれから出していく一個一個また法改正をしていかなきゃいけないと思うんですけれども、まあ、例えば、その まあ税と給付がいろんなものがあってなんで合算できないんだみたいな議論が昔からあってまあ番号が入ればできるじゃないかと言われてるんですけども実は課題がいっぱいあって例えばなんですけれども実は世帯ってよよく言うんですよねでいろんなの補助金もその世帯収入に対していくら以上はダメいいよって言うんですけど実は世帯って分かんないんですよ。住民票で 入ってたり戸籍に入ってたりするんですけど戸籍の世帯と住民票の世帯考え方が違いますし税法の被扶養者とか全部あと生活保護での定義とか全部違うと。でこれまでは全部縦割りで業務を考えてきてたからそもそもそんなこと問題にしてなかったんですけどなんで番号が入っただけじゃダメなんだという議論を始めるといろんなこれまで 考えててててこなかっった問題がいっぱい出てきていぱ出き今はそれらを一個一個潰していきながら徐々に便利にできる範囲を広げていこうという議論がようやっとできるようになったというところでして短期的にすぐよくなるかというのは正直言って、えー、胸にに手を当てないといけないいいととけころはあこれあるにはああるるんですもう一つ一般の人があのマイナンバーの導入の時に必ず思い出さなきゃならないのは重機番号ってあったじゃないですか。 あの重機番号の制度って、まあ、結局、重機カードの発行枚数があんまり出てないけど重機番号そのものっていうのは今自治体のシステムって全部使ってるわけじゃないの,の、うん、重機は全くある種国民向けには失敗ですけど重機カード的にただ重機そのもののもナンバーとかは。 我々業務ではだいぶそう役に立ってますよ。全国まあ一応統一ですよね。そうです。これはものすごい便利になったんですよ。そ,すそれがその重機システムを作るコストに見合ってたかっていうと多分見合ってない可能性が極めて高いですけれども。重機とマイナンバーのちょっと関係をちょっと説明してもらえますか。あのまあちょうど10年近く前にあの重機ネットというものはできたときにその。 住民基本台帳番号ということで住民票一枚一枚一人一人に番号が振られましたとただそれはあの自治体の住民事務でしか利用できずしかもその後裁判とかも起きてですねいろいろその利用範囲に制限があってなかなかその後の構想に発展していきづらかったという背景がありましてで実はのマイナンバー自体もその住民基本台帳番号から あるルールで作っていくという仕様になっているんですけどもまあ重機番号を使えばよかったんじゃないのっていうのはよく言われるしそうじゃないかと私も思ったりするんですけどもまあこれは当時のいろんな政治的経緯がありましてまあ別の番号を振り直すということになりまして振り直す代わりにそれは住民事務だけではなくて。 社会保障と性分野から使えるようにして単に番号を振るというところからそれぞれの機関でデータを連携させるとまあ IT やにしてみれば当たり前のことですけどそれをちゃんと法律のレベルで書き込んでただしアメリカみたいに何でもかんでもその番号でやっていいということではなく法律の別表書かというところに書かれた業務だけでまずは番号を扱うと。 でそれを使って情報連携する範囲というのも法律で絞ったところからスタートしてどうやってその後広げていくかと、まあ、そういうところまでやっとき来たというところになんかあの韓国で使ってるあのな国民番号でした、ね何あのまあ、やっぱりソー,シャルあのシャソーシャルセキュリティ番号みたいなやつがあるじゃないですかあれってあの、まあ、旅行してると分かるんですけどあの彼らあれカードを持ってるじゃないですか。ななんでこのカード持っってるかっていうとなかったら 生活してていいけないですよねあ,あそこの国って今ロッカー借りようと思っても何しようと思ってもこのカードが政府発行のカードがないとあの何もそこから先に進まないんで、まあ、そのおかげで全部普及してるんだって自信満々にこの間僕の友達聞いたら言ってたけどだけどそれ便利なのって言ったら「いやまあはっきり言って何で民間はなんであれ使ってんだ」って言ったら「分かんないんだよねと」とあれこ強制させてんのかな あの昔は韓国は10万人以上のインターネットサービスは全部住民番号と紐付けなきゃいけないというルールがありましたしやっぱ韓国って確か1968年に番号制度が入ったんですけどもあの国の背景が特殊なのはスパイのあぶり出しでもともと大統領の暗殺未遂事件が1月にあってその年の11月にあの施行されてと。 あの国は休戦中とはいえ戦争中なので、まあ、かなり違った理由で始まっている政治的に言うとですねだいぶこう政策が細かいというかその高い制度を要求されるようになってきてそのまあ昔は税金の世界と社会保障の世界って全く別の世界だったと。しかししかながらあそれをもう融合して どういう政策を打つかというときにです、ね、あの紐付けをされている情報がないとその精緻な政策が打てませんという話にもなってきたところがあってでさらに言うと財政が逼迫をしてきましたとでその生産性を高めて効率よくしてできるだけ人を少なくして行政サービスを充実させたいという中でこのいわゆるあの壁を取っ払ってですね、紐付けしないと そういういサービスができないですねというそこにまたその民間のです、ね、サービスが加わって、えー、さらにその利便性が高まるというところに多分なっていくんだと思うんですね、まあ。ということは基本原則としてマイナンバーやっぱり行政の裏の方はシステムは一気に便利になると思うんでこれはだからもう当然政府として政府としてっていうかやればいいことだとは思うんですけども果たしてその今結構。 これがいかにその民間でどう利用されるのかっていう話とかは、まあ、結構想像ができないですよね、あの法的な壁とかがいっぱいあって、で例えば今、うちの会社はあの給与計算をやってる関係でずっと昔から私自身もずっと携わってて、ものすごく不思議なことは確かにいっぱいあるんですよね、源泉徴収のところって結構、シビアにものすごいテーブルがあって徴収されてるんですけど、最後の年末調整のところっていうのは、書くだけなんですよ、誰が扶養家族か。 まあ僕、やったことないですけど、あそこに多分5000人ぐらい名前書いてもね <laughs>、全員不要だって言い張ったら、もちろん実際にはそれだったらいくらなんでも税務署のほうがこれ、ふざけんなってチェックされちゃうと思うけど、分ねあね、もう書いてるだけですよ、あれ全部チェックする方法ないですから、あれ全部入力なんかできないし、そうすると、すごいそこは曖昧なんですね。で、もっと曖昧なのは実は社会保険で、社会保険って、その昔は給与の平均 給与がいいくらぐらぐかっていうのの大体アバウトを申告してそのアバウトっていうのは c 5 6月の平均値を取るとかねまあ今はもうちょっと変わったんだけどすごい曖昧でしかもあの社会保険の扶養家族って規定がめちゃくちゃ適当じゃないですかその辺も今後どうやっていくのかなと逆にその特に社会保険の方はあの扶養家族の定義っていうのが。 学生だったら扶養家族なのかとかでも学生じゃなくても扶養家族になってる人もいるし一回働くと自分が扶養家族じゃなくて自分が保険料払わなきゃならなくなるんで扶養家族から離脱するんですよ。で戻ろうと思ったら戻れるんですよね。で戻れないっていう人もいるんだけどこの辺は実は結構社会保険上も扱い曖昧もいいところなんでだからそこら辺が本当に税みたいな結構カチカチカチっとまあ要は税ってどちらかというと所帯の単位というよりはあの。 誰が初代のしか決めたらあとはそれに紐づいて申告されてる人があの全部税金申告してるわけでね100万以上というか一定以上超えたら自分で申告しなきゃならないみたいなのがあるわけですけどその辺の合体っていうのはもう行政側の複雑な問題がいっぱいあるだけなんじゃないですかねいやこれちょっと私も言わしていただきたいんですけど多分ですねこの社会保障の制度そのものの見直しをするかしないかっていう議論極めて重要で例えばですね今 あの世,帯えー、と世帯数って高齢者世帯ってすごい増えてるんですよね。でよくそれ新聞にも載るんですけれどもこれあんまり中継されてるから言いたくないんですけどもあの介護保険制度ってのおかげでみんな世帯分離してるんですよ。あの介護保険制度ってあの世帯の収入で介護保険料が決まるので世帯分離しちゃうと介護保険料が少なくて済むんですよ。 だから結構ですねあのそれで高齢者になってあのみんなあの世帯分離してるから実際高齢者の世帯数と人数って結構もうデータ上かなりもうむちゃくちゃなんですよ。でその我々日本はかなりこの世帯というものの考え方でいろんな社会保障の制度を作ってきちゃってるのでこれが今やそのシステム化したり税と連動する時に極めてやりづらい。 状態に入ってきてきるのでこれ社会保障制度とか結局マイナンバーってマイナンバーを契機にそういう議論がやっぱりあの一番本丸っていうかそこの部分の合理化なり将来に、えー、通用するような変更。 をしななきゃいけないといいけ矛盾点がいっぱいだからそれれででり出されてくるんですよね今でも例えば僕ら国民健康保険というのは僕ら市町村がやってますけども会社辞めた人はじゃあ社会保険から外れて本来国保に入んなきゃいけないんだけどもじゃあそのデータ僕ら市町村持ってるかって持ってないんですよ実はだから会社辞める時に国保に入ってくださいねっていうのを言われてるだけでその人が国保の申請をしない限りそもそも我々分からない。 だから、我々は知らない人がこの町に向こう無保険の人間が住んでいるんだけどもその人間がわからないこういうレベルの今や社会保障制度の状態のままマイナンバーつってもやっぱりなかなか難しいところがあるんで社会保障制度そのものを申請主義から変えていくのかっていう議論 今までは個人が申請をすることによってしか行政というのは対応しない、それが原則だったんです、行政の申請主義。それが、そのことによる国民自身が受けられない、気づかないサービスが存在して損失を得ているということと、そういうような状態であることによって、社会の維持コストが高くなっているっていう、この2面から考えたときに、申請主義を今後も持ち続けるのかという議論をしないと。 なんとマイナンバーの導入の意義合いは半分も満たされないんじゃないかなというふうに思ってますあの民間と行政のサービスにかなり差があって民間のサービスにみんな慣れてきちゃって何か問題があったら向こうからなんかあの指摘があるだろうとかお,お,お知らせが来るだろうと思ってるんですねで一方で子どもの間にですねそもそも年金とはとかね医療保険とはという教育は全くなされてなくてそこからあのこぼれていっちゃってる人がいっぱいいるというところがあって ひ紐付けをすることによってですねまあこちら側もこ,れこういう今、状態になってますよというお知らせもようやくできるようになるるいうメリットはあるで僕はもう1つ私どもの会社自体は IT 系とは言ってもあの自治体のシステムとか国のシステムは基本やってないのでやってないからこそ言えることなんですけどそのまあ重機システムの時も結構コストかかってたと思うんですけどまあ今回のマイナンバーもまあ結構なコストがかかってくるんですけど。 そのコストがかかっている部分の理由っていうのは私はすごい調達方式に問題があるんじゃないかなと少し思っているんですがその辺ははこれは楠木さんですね、はい、あの問題だらけで私も民間から来たのでなんでこんなにかかるんだとなんでこんなわざとお金のかかるやり方になってるんだすすすごいりりはありますそうですよ、ねまああのこれは決して統計資料じゃないんで正確なデータではないんですけど我々が。 実際にあのいろいろなところにとはいっても我々も例えば国だとか自治体に対して人事のシステムや給与計算のシステムなんか一部売ったりもしてるんでそこでのそのコストとか入札した後のそのコストのかかり方を見ているとですね大体 民間の中小企業1とすると、えー、民間の大企業っていうのはだいたい2から3かかります。これはまああのなぜかというと、小さい会社っていうのはまあ多少の例外があっても、まあ、あとは手でやればいいじゃんっていうのがあって、大きい会社になると例外がきっちり管理しないとまずいんで、まあ、2、3倍になるのは、これもしょうがないことなんです。で、これが日本で一番あのコストをかけてるのは、実は金融機関で、金融機関になるとだいたいこれが、えー、民間の中小企業1とすると、大企業2、3で、金融機関はだいたい5、6。 倍かかってますこれは金融機関の特性上あの全て大体あの金融システムと同じぐらいの制度を求めてくるんであのものすごくあの何があっても確実に動かなきゃならないっていうので、まあ、テストのコストとかべらぼりにかかるんですけど国の場合は大体それが民間1位大企業2位金融で6大体あの日本の韓国では12ぐらいだから12倍ぐらい大企業の6倍ぐらい。 コストがかかっっちゃってるんですねでこれはもうひとえに別にやっっててるる人たちがぼったくってるとは僕は正直思わないですあのそれだったら国に関わってる会社の人たちみんな IT 系べらぼに利益出まくってるはずですからだけどそれだけコストがかかるような調達要件になっていてなのでものすごく人手をかけて作らないと決して作れないようになっちゃってるんじゃないかなと思うんですよね。 私これ問題はですねその国民が行政に求めるサービスクオリティがやっぱが高すぎるというところはやっぱあると思うんですよね、やっぱそこを求めるがゆえに、民間よりもその高次元のものを求めると、当然、それはシステムとして99と99.9%に引き上げるには、やっぱり2倍とかじゃなくて、10倍のコストがやっぱかかったりするわけじゃないですか、かこのサービスクオリティレベルをどこにやっぱり思う取るかっていうのがかなり大きくなってくる。あのくすおきさんが冒頭にです、ね、その日本の,その漢字で100万っていうあ あれも例えば千葉市が今まさにそのシステムにリニューアルをやってるる時にやっぱりベ,ンダーベンダー付属文字ってのがあるんですよベンダーが作り上げてきたそのベ,ベンダーしか持っていないあの言葉っのいう感じがあってであの我々がリニューアルするときにです、ねまあ、ある F 社とか、ね、そういうところからやっぱりうちらのシステムを入れないとこの感じ対応できませんよみたいな話が来るわけですよ。 でそこで、やっぱりどう行政が判断するかなんです、いや、もうそれは申し訳ないけれども、コスト増員になるから、それは割り切るっていうね、だからその市民対応でも、それだって、じゃあ、96万市民の中で何人が該当するんだって、それものすごは限られてるわけですよ、じゃあ、それはその方々に個別にお話をして、今度作るシステムだと、そこの部分でカバーできないけれども、それはこうでこうで、実際にもしあの言っていただければ、個別にシステムじゃなくて、手動で対応しますとかね、かできるわけですよ。 そうやって行政がある程度サービスクオリティをここっていうことを決めていかないといつまでたっても高いコストを最終的には税国民の税金負担でやっているんですよね。だから我々国民自身もやっぱりその行政でこのサービスはどこの行政サービスレベルを維持すべきかと逆に言えば上げれば上げるほどコストが上がっていく維持コストが上がっていくということをやっぱり認識していけるかっていうのは極めて重要なことだというふうに思うんですよね。はいじゃあ草木さん まあその話の続きになるんですけども12ときて金融が6とおっしゃられたのは非常に鹿深いと思ってましてあの昔は IT ってみんなウォーターフォールといって仕様を決めてだんだんとこう詳細設計実装単体テストってこう降りてきたのがもうここしばらくウェブ系のシステムとかアジャイルをはじめとしてやっぱ常にフィードバックを持って やりりたたいこととを再定義していったりとか本当に必要なのは何だっけってことをこう繰り返し見直していくことによってより品質の高いものを短期間で出せるようになってきているとところが残念ながら国の事務というのは究極のウォーターフォールでしてつまりその要求定義というのが法律に書き込んで国会を通すので一度法律が通ってしまうとその通りに作んないといけないんですね。 まあそれが非常にそのあとからこうやればもっとコスト下げられるのにといってもじゃあもう一回これ国会統一の改正案をという議論になってハードルが高いんですけれどももうちょっとこう制度を作るときから業務に落としシステムでできるのか効率的なのかっていうところまで想像力が働くように変えていかないといけないとでそれおそらく国よりも自治体の方が早く動くと思ってまして。 まあそういう意味でいうとマイナンバー法というのもミニマムで番号を振る部分と最低限連携するところっていうのは1742自治体垂直立ち上げでやるわけですけども実はその利用できる範囲とかも全部条例で増やしていけるようになっていてせめてそのアディショナルな部分はアジャイルでいろんな地域で新しい取り組みがいっぱい出てきてそのためのルールを作っていくと。 いうきっかけになればいいなというふうに思ってますし、まあ、やっぱりなんで番号があるのにあれもこれもできないんだとお叱りを受けるところから逆にそのシステムとかデータの形からルールってこうあるべきなんじゃないのという議論がようやっとできるようになってきたんじゃないかなと。 はいいありがとうございます Q&A まであと5分ぐらいなので、えー、これからはあの最後になりますが、まあ、マイナンバーというのが導入をされるまたオープンデータとかですね、えー、ビッグデータという、まあ、そういうこともテーマ議論になってきている中で、えーまあ、G1 ベンチャーですので、まあ、そういう社会が来るというのを前提にですね えじゃあ、ベンチャーをやる人もしくはこれから起業する人はこういうところを目をつけてやったらいいんじゃないかとかこういうビジネスできるんじゃないかみたいなのはありましたら一言ずつじゃあどうぞあの僕はあの今回そのマイナンバーの仕組みっていうのも含めてあの民間の、まあ、行政のです、ね、電子化っていうのがあのど,んど,んどんどん進んでいくと思うんですけども。 あのアメリカなんかでももちろん社会保険の制度っていうのはあのむちゃくちゃだった時期もあってでもうバラバラに作っていてでも結局あれを束れたら民間のあ,のあるあるでも一つじゃないんですけど複数のいくつかのベンダーが競合し合って州政府の,あの社会保険のシステムのパッケージソフトウェアを作り上げていってそれを国がどん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 国っていうか州がこっちを採用あっちを採用っていうふうにやっていって最終的には ものすすごく効率化が図れたんですねところが例えばあと今国でコンピューターを買うっていう場合に、まあ、クラウドっていう言葉が結構国でも出てますけども、まあ、要は行政プラットフォーム共通プラットフォームみたいな形で国でクラウドコンピューティングやるんだっていうことになってるんですけどもこれって国でクラウドコンピューティングやるんでコンピューターを調達するんですねハードウェアでクラウドコンピューティングっていう意味分かってますかっていう話で。 あのコンピューター買ってきて国でクラウド作って行政の中だけで使いましょうってやったらものすごいコスト高くなるに決まってるんですねしかも今まとめて10年分ぐらい5年分ぐらい先のパワーを見越してガバッとサーバー買うんでコンピューターの単価って言ったらもう1年ごとにべらぼうに下がっていきますからそうすると本来は例えばそういうものの入札もコンピューティングパワーで年単位で入札していけばもっともっと民間の業者も入れると思うんです。で例えばさっっきあったあたの 共通でみんなでやりましょうっていうことになると自治体向けで共通システムを作りますって言ったらこれ入札できるのってまた5社連合ですよ、それしかありえないんですね、もうそれぐらいの規模の開発になっちゃうと1700の自治体全部にヒアリングしてそれが共通で動かすようなシステムなんか作ろうと思ったらもう巨大なシステムになっちゃいますからだったら僕は自治体あの総務省の方から自治体がソフトウェアを採用する際に 全てパッケージソフトを前提に例えば自治システムも入札するようにしろっていうのを第一前提にすれば。 ものすごい多くの数のベンダーが参入してパッケージソフトを一生懸命作って参入する会社が増えると思うんです。じゃないと結局今さすがに国でもワープロのソフトウェアは自分たちで作ろうとは思いませんけどほっといたら LINE だって自分たちで作らなきゃならなくなって行政プラットフォーム上で動く LINE のソフトウェアみたいなやつを開発しろっていう案件が出てきたりっていう、まあ、ありえないことがどんどん起こっちゃうんですね。だから私はベンチャーっていうのは本来割とブレイクスルーするのはもう狭い領域をブレイクスルーしてあと売るのはベンチャーの仕事ですから。 やっぱりそういうところに門戸を開くんだったらできるだけ製品を入札するんだっていうのを第一にしないと IT をいつまでってもゼロベースで作ってもいいし何でもいいよっていうとみんなゼロベースで作る会社が増えていっちゃうのでそれだったらいつまでってもベンチャーの参入領域って IT に出てこないですよね。本当にだから 自治体がよっぽど地元の企業を優遇した時ぐらいしか入札できないっていうことになっちゃうので私は多くのここの G1 ベンチャーに来てる人たちのためにも政府の入札はできる限り個別最適された製品を買っていく方がむしろ国の全体としても結局それ後でつなげばいいだけなんであのいいんじゃないかなとそれが僕は G1 ベンチャーにおける中でいうと政府の調達や自治体の調達をぜひともベンチャーが参入しやすいように製品の提案を第一義にしてくれるのが 一番ハッピーじゃなないいいいかなという,ふうに思ってますんでではははそれ熊谷市長、はい、私はですねそのまず民間で当たり前のことを行政に適用できるからやっぱり一個一個チャレンジをしていこうということが大事だというふうに思うんですね例えばその我々千葉市でやってきたのは例えば行政の手続きでやたら犯行を押すの多いでしょう。 なんでこう俺がいるのに免許証も持ってんのに犯行するんだって思ったこといっぱいあると思うんですよ。我々なんか犯行なければ、持、えー、っとりに帰ってくれなんていうことを言ってるような世界ですよね。それを本当に犯行はこの手続きに必要なのかっていうのを6000、7000の手続き全部千葉市はやったわけですよ。 これで必要ななもの以外は全部なくしたんですよですから千葉市に来ていただければバカな犯行をす機会で時間を損する人生の時間限りなく短くて済むわけですね。でそういうことがやっぱり我々自身が業務一個一個見通して今もしくは将来の社会情勢技術でを考えたときに今この手続きである必要があるのかっていうのを全部こうねやんなきゃいけないんですよ。で簡単に言えばですね僕ら将来やりたいのは僕らは 固定電話の番号ななんて聞くこと意味ないですよねもう民間の皆さんなんかはもう連絡のつく電話番号、要は携帯かけっていうふうに変わってるのに、行政はいまだに固定番号書かせようって何も考えてないんですよ、もうそんなのね。ですから、我々は千葉市としてはもう名前、住所、そして、 携帯電話番号とメールアドレス、これを絶対に取るんだと、転入届の時に取るんだとで、それをマイナンバーと紐付けをして、僕らはもう携帯にプッシュでピンポイントにお知らせをしていくんだと、で例えば2ヶ月の子供が出たとはに、皮膚肺炎球菌ワクチン接種したらどうですかとか、6ヶ月の子供にとって、何かいいもの、持ってる親御さんにとっていいものが出たら、それはもう、その6ヶ月のお子さん持ってる人たちに、ピンポイントに携帯の方にショートメッセージでいく、こういうです、ね、自治体はやっぱり私は千葉市として作っていきたいと。 まあそういうふういふに思ってますで我々は千葉市は少ないと全国の中で一番それをチャレンジしますのでベンチャーの方々にはそういうあるべき社会に行政がなったとしたらどういうことができるのかということをぜひ、ね、私たちにご提案をしていただければ私たち千葉市としてできるのかできないのかをぎりぎりで判断をしてできればやるしこれが国の法律が変わらなければできないんだったら国に僕はあの国家戦略特区っいうのは産業ばっかりですよ。そそううううじゃないいとと手続き特区を作ろうとそういう ですね、あの無駄なな時間をと費やさないとこの1個前のセッションで e コマースの話ありましたけれども e コマースは買い物をリアルで楽しむっていうことがある以上全部 e コマースに行くことはないと思うんですねしかし行政の手続きでそんなの楽しいと思う人いないわけですからこれは絶対オンラインとかで完結した方が絶対にいいわけですですから私たち千葉市は市民が生涯行,その行政手続きでかかる時間を最小にすることによって事実上人生を 一ヶ月ぐらい長くしますという街を PR をしようというふうに思っているのでまぜひそういうご提案をたくさん私たち千葉市にしていただければなというふうに思いますので実験台にしていただければと思いますよろしくお願いいたしますはいありがとうございますえー、それでは楠木さん最後お願いいたしますあの今日本当にいろいろなお叱りをいただいたりしながらただようやっとその民間と同じものかしで考える時代が来たなと思うんですよね クラウドと言った瞬間、それはアマゾンと比べて安いの高いのっていう話になりますし、データが番号と紐付いてますと言ったら、じゃあちゃんと民間のサービスのようにバッチリ活用できてるのと、持ってるデータを聞き直したりしてないのと、なんでそんな無駄なことをしてるのと、こういう議論がこれまでなかったんですよ。多分やっぱり行政が特別なもので、紙を選定に回っていて、法律で決まってて工夫の余地もなくてという頭から、 いや法律は変えればいいじゃないかと本当に住民の方向いて仕事してるのかということが議論できるようになりましたしこの申請が来るのを待ってるんじゃなくてちゃんと本当に助けを助けなきゃいけない人に手を差し伸べるということができてるのかとまだまだできてないしか番号だけが入っても解決しないそれこその持ってるデータからどの制度の対象かどうかというのを今は 全然機械的には出していいけないんです、ねうん、どうもこの人対象深いなというところまでしかわからないそういうところから業務から考えて境目を決めるとか、えー、そういう考え方ってまだ始まったばかりでしておそらくすでに当たり前のように企業努力としてやってる民間から見るとなんでこんなに遅れてるんだというふうに見えてしまうと思うんですけども逆に、えー、そのお叱りを糧に伸びていかなきゃいけない部分ですし 実はのパッケージソフトによる調達という話も実は財政的に厳しい中小の自治体からどんどん進んでいてその5社以外のちっちゃな会社でも本当にかゆいところに手が届いていろんな業務が連携する住民システムというので結構シェア伸ばしてる会社もいくつもあってで今みたいに1,700のシステムをバラバラに同じように作っていくという時代から。 えーまあ、もっと低い値段で必要なものは入手できて、えー、余った分の予算でもっともっとサービスの質を上げていくために新しいことを始めるでそのためにほかでうまくいってるものをどんどん買っていくでそういう新しい競争のルールの中でこの市場ももっともっと競争が活発になってでサービス住民サービスの競争が自治体の中で行われそれを抱える I.T. の競争というのはベンダーの中で行われるような時代にこれから何年かけてしていかなきゃいけないというふうに思ってます。はい、ありがとうございました。えー、それでは残り10分ありますので Q&A に行きたいと思います。はい、じゃあどうぞ前の方先に。はい、えー、D.N.A. の森安です。であのインターネット事業者から見た場合にこれマイナンバーでのどう活用できるのかできないのかと。 韓国の国民番号というのをイメージしていたのでもうちょっといろいろできるのかなと思ったんですけどもそのいわゆるマイナンバーでいわゆる個人情報が事業者に渡るというとやっぱ漏洩とかいろんな問題があってなかなかあのそれを全部解放するというのは難しいと思うんですけども例えば、うちでそのモバゲーというサービスをやって、まあ、コミュニティサービスなんでそうするとまあ青少年のいろんなトラブル例えば出会いの問題だとかいうのが発生しますと。ととそううするとマイナンバーっていうのを 利用者が入力するとそれに基づいて年齢だけ返ってきますとあるいは18歳未満はイエスかノーかだけ返ってきますというようなものがあればいわゆる年齢確認というのが現実的に非常に楽にできるようになるとであるいは例えばそのオークションサービスをやっていると個人間売買なのでいろんなトラブル例えば詐欺であったりだとかいろんな問題が発生しますとでそれもあのマイナンバーで認証してマイナンバーだけを事業者が持てるようになりますと。警察から問い合わせがあれば そのマイナンバーだけを警ー庁に渡して、そしたら本人確認がされたデータがいくので、えーまあ、いろんなトラブルが解決できるようになるんじゃないかとか、そういういろんな使い方が想像してたんですけども、具体的にそのインターネット産業の事業者から見た場合、まあ、どういうことが利用できるようになりそうなのかとか、そういうところをちょっと教えてくださいた、ね、だんです、ね、これは あるんですけどもまあ率直に申し上げて未成年の方が多分個人番号カードを持つ可能性ってかなり低いですしそういう意味でその民間の本人確認のニーズにマイナンバーがマッチしてるかというと極めてて難しいといとう印象を持ってますただ今実はそのマイポータルの後にマイガバメントといってそのワンストップサービスだとかいろんな住民サービスをどうやって提供していくか。 あるいは民間のサービスとの API 連携をどうしていくかという議論がちょうど先月ぐらいから始まっているんですけれどもそこの議論の中でトラストフレームワークという話をしてまして要は認証を局面局面で毎回バラバラにやるからそこの手間というのが大変無駄になっていて一度認証をすればそれを持ち回ればいいじゃないかとでルールを作れば漏洩とは言わないでいいじゃないかと。 いう議論を始めててまして、まあ、今のスマホの年齢確認であれば現行法でも携帯電話不正利用防止法で各キャリアというのは本人確認義務を持っているで年齢と正確な生年月日を抑えているのでそれをもうすでにあのご活用いただいてると思うんですけれどもしっかりそうなんですよね。 そこをどうやって紐付けていくかというのは一緒に議論をしていかなきゃいけなくて多分個人番号カードのこれからの普及率が携帯電話とかタブレット並みになるとちょっと思えないのでそれをもっといい方法って多分あの顔写真の認証がいいのか分からないんですけれどもそれはまさにトラストフレームワークの中で議論できればというふうに考えて。 国民の視点で見るといろんな場所でマイナンバー活用がされた方が利便性として高まると思うんですけどもちょっと不勉強の中でご質問なんですが確かマイナンバーで総務省さん起案で始まっていてなんか聞いてそれって結局、省庁同士のちゃんと、まあ、連携うまくできてないと例えば厚労省と仲がよくうまくできなかったら病院の現場では使えないとかそういった状況が結局起こっていってしまって、まあ、省庁の、まあ、何でしょうね聞いている、まあ 噂話で言うとこう総務省さん、しをやったのにちょっとこっちは飲みにくいなみたいな、ね、こっちのそうすると結局はさこの産業では使えてこの産業では使えないみたいな話になってなんかまた中途半端な話になってしまうんじゃないかなと思ってまして現状、その辺の仲良くされているのかとかをちょっと公開されているところでご,ご回答しにくいと思いますがこれも楠木さんかな、まあ、一応それで内閣官房でやっているってところあるんですけど、ねまあ、仲良くやっているというのと法案が通るまでは あれ結局ポシャっちゃうんじゃないっていうんで確証でやっぱり取り組みの温度差っていろいろあったんですけども、まあ、いざ法律ができてしまうと医療分野とかも結局給付とか、えー、性控除と関係がしてくるので今はもう2016年17年向けて、まあ、一丸となって全省庁でやってるとそこはもうやっぱ法律が通ると役人って組織ですからきちっと えー、基軸向けてて頑張れいいるとととうことだと思います。あの法律が通った後でも何か文句言ってくるのは政治家の方で <laughs> それで通った後でそれ,はそれはバックグラウンドがなんかあのちょっと流れてるんで言いませんけどいろんな団体がいてですねそこからのプレッシャーでえ「お前もう法律通ってんだよこれ」って言ってもいちゃもんをつけてくるっていうのがあって例えばそのレセプトなんかのね データを解析するだなんだというと何かどっかの団体がそんな絶対反対だみたいな話になるのでだからマイナンバーというののやっぱり大事なところはですねどれだけそういう既得権益の人たちと戦って使いやすくするかということとマイナンバーを活用して効率のいい行政を回すためにやっぱり規制が出てくるんでその規制をピンポイントで俯瞰して外していくっていうその両方はいいんだと思うんですねはいそれでは他に質問はいじゃあどうぞじゃあ松田さん行きましょうか。 今の内藤さんの質問に関連して言いますと、ですねやはりマイナンバーというと、私は再入庁、これ、絶対に設置するべきじゃないかなというふうに思っているわけですが、ちょっと G1 ベンチャーの話かのとはちょっとそれますけれども、皆さんはどういうふうに思っているかというのを聞きたいなと思いまして。えとじゃあ時間内でお二人、じゃあちょっと続けて短くお願いしますあの実際にマイナンバーの導入についてはいまあ、未だによく分かっていませんが。 あの実際にその税収とかがどれぐらい実際にポジティブなのかって話と、それとやっぱり僕どこでもやっぱ1000人超の従業員を抱えてますので、まあ、その国としてもその社会保険なんかの,その加入率なんかをどれぐらいこう上昇することを見込んでるのかとかっていう、ちょっと指標的なところを教えていただければと。はいじゃあ続けてどうぞ マ,マイナンバーとはちょっと違うんですが市長に聞きたいんですけどあの僕らの役所と仕事をする気が非常に多くてです、ね、もうまた出てきた、もうここ出なくていいのにという時はすごくあるわけですよ役,役所の方々がです、ね、で5年後とか10年後とか50年年年後後後ととかか10を見た時にその役所が。 絶対やらないといけない業務っていうか、もう絶対譲れないものって何なのかなっていう,そう、将来像をちょっと教えてもらいたいなと思いいますねはい、それでは時間内に1人1分ずつで、ですね今のちょっと網羅的に言っていただければと思いますが、あのちょっと再入庁のとこだけ、私、政治家同士、あの賛成です、それで、財務省解体した方がいいですよ、本当にいろんなとこにねこういうとこ入り込んできて、誰が何言ってたかというのをメモを上げるんですね、ですから、人事局、ようやく人事取ったんですよ、内閣にね。 で予算編成局を作って、これも内閣に入れると、残っているのは、利財とあのいわゆる税金取るところだから、これは歳入にくっつけて、利っというのは土地を管理して、土地に全部売っちゃえば、財務省は解体できるので、まあ、それはなんか、いつか、もしかしたら一緒にできるときがあるかもしれません。えー、とそれでは、<laughs> えっと,、えーとえー、牧野さんからいきましょうか、この順番に1分ずつぐらいで、えー、まとめていただければと思いま,すもうまとめですか、<laughs> 今の質問とは別に。 それはもうちょっと熊谷さん。ちょうど今質問いっぱいあったから。先にどうぞ。あ、じゃあ熊谷さん先で行きましょう。まあ、将来の役所の姿ということですけれども。とにかくですね。そのぎょ、その法律で定められた公,公務員が。やらざるを、やらないといけないもの。っていう。 不利になると思うんですよでそれはどちらかというとその競争原理とかじゃなくていわゆるその社会のセーフティーネットとして作んなければいけないようなやつそういうようなあ福祉的観点でやらなければならないようなものに関してある程度その意思決定をある程度する部分。 ですよねじゃあ実施するところまで、えー、公務員がやらなきゃいけないかっていうとそれは場合によりけりだというふうに思うんですよ。ですからそういう意味ではこ根幹的なところをバランサー的なところを持ってその具体的に実務をするところをやっぱり切り出していく、えーまあ、切り出していくという語弊はありますけれどもその民間と協業していくっていう姿が やっぱりあるべきであってで我々も今まさに議論をしてます我々庁舎の建て替えもあるのでそういった意味で最大規模で考えたくないよねということで実際にじゃあ我々の業務の中で何が一体民間でできるのか逆にこれは絶対渡してはいけないのかというところの議論をまさにやっているところだというふうに思ってます僕は社会のバランサー的な役割でありその社会の,その教育費を預かってしっかりと管理をしていくそこの根幹的な部分。 は最後まで持つべきだというふうに思ってますはいあと歳入のインパクトのところ楠木さんお願いしますの多分番号入れただけではあまり歳入増えないと思うんですね結局どうやって所得を補足していくかっていうのはまた別の議論でそこの中で番号が使える局面っていうのはいろいろあるだろうとは思いますあの今も預金口座に番号を貼り付けるかどうか税調で議論されてますけれども そういったことも含めてこれから歳入を増やすためにどうルールを変えていくのかという問題だと思いますしまあ歳入庁のお話もありましたけれどもこれも業務フローに落として考えていくと番号を入れただけでは給付金税額控除とか総合学館ができるようにはならなくてこれもあの前に議論にあった世帯の概念というのをどうやって整理していくのかとかそれぞれの制度が対象としている ものというのをどう自治体基礎自治体が持ち合わせているデータで機械的に判断できるところまでルールをシンプルにしていけるかそういうこととセットでやらないと結果的には変わっていかないので最後組織論がどうあるかということの前にあの実務的なレベルで言うとルールをどう IT を使って効率的に動かせるように変えていけるかというのが番号導入後の非常に大きな業務,業務改革のテーマだと。 いいいうに思っていますはい、それでは最後に牧野さん1分でお願いします、はいまあ、の今の質問にはもう全部答えちゃったと思うんで、まあ、繰り返しになっちゃうんですけど私はこのマイナンバーも含めて行政の電子化っていうのは絶対世界に輸出できると思うんですよ。で 日本で作ったものだったらしっかりしたものが作れると思いますしそういった意味でそれを世界に輸出することによってまたベンチャーが伸びていけると思うんですねこれをだから1個のものすごい塊で考えちゃうとものすごい複雑なものになっちゃうんでできるだけいろんなものを切り出しながらおのの製品を作るベンチャーがいっぱい出てきてそれを自治体や国がどんどん積極採用していけば最終的にはこれは輸出産業に十分できるだけの力はあると思うので。 そういういチャンスをぜひあのみんなであの探りながらチャレンジしていったらいいなというふうに思ってますはいありがとうございました、えー、今日の話の中で手続き特区はしっかり持ち帰りたいと思いますしベンチャーが入札しやすい仕組みもしっかり持ち帰りたいと思いますさまざまな話なんですが自民党の問いもようやくネット上で入れるようになりましたんでよろしければどうぞお願いいたします、えー、それではあのパネリストの皆さん大きな拍手をお願いいたしますどうもありがとうございました拍手